ビニーカリエタのドラム加湿っていうことでだいぶ進んできましたけど、後半の方が実は難しいんですね。じゃあ続けていきますが、いきなり最初の譜面なんですけど、多分これミスだと思います。実際にちょっと早くビニーは打ち始めてるんですが、これ1拍2拍と同じフレーズだと思います。パラディドルと三連符を叩いてると思うんですね。で、相変わらず拍の裏に当たるですね、半拍後ろの方にアクセントがついているので、アクセントの方を拾っていくとですね、拍がよくわからなくなるというか、アクセントの位置が実際叩いてるのと違って聞こえてくると思いますが、特にこの3連で叩いてるアクセントですね、タタタタタタっていう風に、タタタタスタっていう風に聞こえると、拍がひっくり返って聞こえてます。このこれはコンパウンドの 5C を使ってますね。で、ここから左のフラム、左スタートのフラムにすると次が右で叩けるんで左にしてるんでしょうね。で、なぜかこの後真ん中開けてるんですよね。もしかしたらこれあれかもしれませんね、その一音ずれて聞こえるようにわざと開けてるのかもしれませんね。拍の頭まで叩くとですね、音符ずれて聞こえてる人にとっては次の強いところが拍の頭に聞こえるんで、これもトリックの一環で続いているのかもしれませんね。今回のこの部分でミソなのはですね、後半の方になるんですけど、ちょうど半拍真ん中からですね、イントロで打った コンパウンドの 7A で打ち始めてるんですね。またつまり半拍ずらして聞かせるように叩いてるんだと思いますけど、面白いんで半拍ずれたアクセントの位置っていう風で叩いてみましょう。初回から見てくださってればイントロで叩いてたやつだってわかると思うんですけど、普通に叩くとこうなりますね。これは半拍ずらして叩いてるんですね。クリックに合わせて叩いてみますよ。今回使われていたのはですね、コンパウンドの 5C とフラムとクラッシュタム類でアプローチするっていうのと、半拍ずれてコンパウンドの 7A から、おそらくその拍の頭がわからなくなるようにスリップさせて叩いてるアプローチなんでしょうね。で、この後に裏の3拍7連っていうのが出てくるんですが、まあこんなところを長く取り扱うもんでもないんですけど、裏の3拍7連の打ち方、あるいはそういったトリッキーな一般にはない音符の打ち方っていうのをどうやって打つかっていうのを次回まるまる解説に使おうと思います。今日はこれで失礼します。